セリエ A 最新順位表がこちら。ナポリ強すぎやろ。ジローラも歓喜。チャンピオンズリーグ圏争い熾烈すぎて草生える、一番面白いやろ。まだユベントスチャンピオンズリーグの可能性あるやろこれ。ナポリ強いな、スパレッティようやっとる。ローマってディバラとセンターバック以外悲惨なのによくチャンピオンズリーグ争いに加わってんな。ナポリが1位っておもろいな、90年代前半の最強時代かよ。ナポリは補強当てすぎやろ、トルコリーグの韓国人が活躍するなんて予想できんわ。クリバリを超えたって言われててくさ。セリエ A ってなんで落ちぶれたんや、前はトップリーグやったのに。貧乏だから、リーガも同じ理由でどんどん落ちぶれてる。ちょっとおっちゃんやな、今また復活してきてるで。セリエの古臭い感じたまらんよな。なんなんやろなあれ、最近はサポも減ってきて決して見栄えは良くはないんやけど、あとはイノサッカー見出した時の補正も入ってると思うわ、未だにインテルとミランの湯にはめっちゃかっこよく思える。ファッションの国イタリアやからな、どこか忘れたけどアマチュアのクラブでめっちゃかっこいいユニがあるって前に取り上げられたこともあった。ミランとインテルはかっこよすぎるわ、実力的にも最高のライバル関係やと思う。日本人誰かセリエ行かないかな、なんやかんやセリエの雰囲気好きなんだよな。今一番近いのは上田やろな。森田やろ、行くかどうかは置いといて。ユベントス大楽天チャンピオンズリーグもあるな。マラドーナ死去、アルゼンチン優勝、ナポリ優勝。ワイナポリチャンピオンズリーグ優勝に1万円かけるで、期待や。